明徳王公公誌は、高来の王妃、王太后。十八大王、ただし慶王、三十一大王、凶美王の聖母。南洋婦院君、後継と婦人禁止の間に御女として出生。ただの王の側室である、純愛妃の妹だった。十六歳の時にいる宮氏、徳妃に封じられ、貧困法制で、礼法を遵守し、ただし祝王の長愛を受けて、 中慶王と強敏王を設けた。ただし宿王が元の皇族である僕国長公主を正妃に迎えた後、公主は僕国公主の嫉妬を避けてしばらくデミアしたことがあった。それでも王は公主と続けて往来し、これを口実に地上争いに巻き込まれた僕国公主がただし宿王と激しく争い、その後遺症で死亡するという事件が起こった。このため、 ただし宿王は元の皇室より問責される危機に追い込まれたが、高麗朝廷が積極的に嘆願したおかげで、事件はうやむやになった。1330年、長男の中慶王が即位したが、女王となった、ただし宿王は側近の残言に乗せられ、皇子を密集に移住させた。皇子は6年後に平家刑に帰還し、中慶王は特刑府を設置して、 母校の面倒を見た。1343年に、中慶王が元へ王装されて退位すると、自分の次男として、後日の教敏王となる、高梁婦院王君が擁立されるように画策したが、元の圧力により孫の中国王が即位して、失敗した。1351年、ついに教敏王が即位したことにより、王太王となる。しかし教敏王の改革に難色を示し、 僧侶出身の真と対立し、息子との関係が疎遠になった。1372年、数慶王大号という尊号を受け、六国公主との死別と真の粛清後、奉公していた、凶敏王に直言を惜しまなかった。1374年、凶敏王が殺害されると、個人的に躊躇しながらも、自重利等死人の推薦により凶敏王の諸子である。王 を擁立している。1380年83歳で構成。ありがとうございます。